今日はですね、エンドユーザーの声を聞くのって大事だよねというテーマでお話ししたいと思います。ですね、どっから喋ればいいのかな。僕にはですね、皆さんにもそうだと思うんですけども、残された時間というものがあって、当たり前ですが、それはね、今この瞬間も刻一刻と削られていってますよね。で、それをどう捉えるかは人それぞれですが、僕はですね、自分の活動内容的にもですね、確認できたこと、要するに答えを知っている問題に費やす時間っていうのは、1秒もないんですね。常に不確かなものに手を出して、仮説と検証と改善を秒速で繰り返しながらですね、繰り返しながらですね、その問題を解いてですね、そして次に向かっています。子供の頃、ほら、砂場で砂山を作ってそこにトンネルを掘ったりしたじゃないですか。あの時、なるほど、水で濡らせば砂山が安定してトンネルが崩れにくくなるのね、みたいな発見があったと思うんですけども、あれなんてね、何かのためにトンネルを掘っていたわけじゃなくて、トンネルを掘りたいっていう謎の動機の、奴隷となっていたじゃないですか。そしてそのトンネルの掘り方が分かれば次の遊びに向かいましたよね。あの延長です。で、その結果に対してですね、地位とか名誉とかお金とかがついてくるからどうしたってね、いろんな見られ方をしてしまうんですけれども、僕の目的っていうのは結構シンプルで、分からないことが分かるようになるっていうところなので、分かったことはもう後輩とかにバンバン上げてるんですね。多分これそこまで珍しいタイプの人間じゃなくて、僕みたいな性格の人はですね、起業家さんとかに結構いますね。地位とか名誉とか収入のことだけ考えたら、前の仕事を続けていた方が良かったのにっていう人。そんなことよりもですね、あれをやったらどうなるんだろうっていう興味が勝っちゃう人ですね。で、映画の再上映なんて最たるもので、今回なんてね、上映館とですね、上映期間を絞った時点で仕掛ける前からですね、広告費の回収は不可能っていう結果がもう出ているんですね。やったところで黒字にはならないよって結果がもう出てるんですよ。それでもですね、やったらどうなるんだろうっていう興味にはもう勝てないと。で、結果ですね、再上映をスタートしたわけですが、オンラインサロンの方で逐一共有していますが、普通にですね、映画を公開するだけでは絶対に撮ることができない、いろんなデータが取れてるんですね。なるほど、ここに意思を置いたら、こういう展開が起きるのかといったことが、どんどん分かっていると。で、やっぱりね、変化が多い時代の最大の資産っていうのは、選択肢の多さですから、ここはやっぱめちゃくちゃ大きいんですね。で、特にですね、今回大きな発見だったのはですね、丁寧に設計すれば映画公開から1年満たない時期の再上映であろうとお客さんが入るっていうことですね。これ面白いですね。お客さんが入らなくなってきたから上映を打ち切ったはずなのに、再上映をしたらお客さんが来てくれているっていうことです。で、僕の元にはね、いろんな声が届いていて、例えばですね、前回の公開の時は子供が生まれたばかりの時期だったので映画館に行けませんでしたが、今回はといった声、こういった声があるんですね。これ面白いですね。日本では毎年どれぐらい、80万人ぐらいの赤ちゃんが生まれている、ちょっと数字間違ってたらごめんなさい。それぐらいだったと思うんですけども、つまりですね、毎年その分のお父さんお母さんが、映画のお客さんのターゲットから外れちゃってるわけですよね。子供を預けられるようになるまでにどれぐらいの時間がかかるのかは、個人差がありますが、出産時期が被るとですね、映画を見たくても見れないお父さんお母さんがいるのは確かであると。で、ここがポイントなんですけれども、こういう情報ってメディアに載っている情報として仕入れるのと、やっぱりね、エンドユーザーの声を自分がダイレクトに聞くのとでは、もう浸透度が全然違って、やっぱ後者の情報の方が強くて、後者の情報っていうのはやってみないと手に入らない。ここが本当に大事なポイントであると。あと、出産の他にもですね、受験の時期が被ったり、海外留学の時期が被ったり、入院の時期が被ったり、様々な理由で、前回の上映には参加できなかった人がいて、こういった、形で再上映することで、その層にアプローチすることができると。でね、今回再上映をやってみて、感じたのはというか出た結果は何かっていうと、前回行きたかったけど行けなかったっていう声が意外と多かったっていう結果ですね。これもやってみないとわからないことだったと。なんかね、現代はですね、インターネットの仕業で、情報が出揃った感が漂っておりますが、それはもう大いなる思い上がりで、僕らはまだまだ何も知らないと。まだまだ答えは出揃っていないのに実験を終わらせてしまうなんて、これナンセンスじゃないですか。で、実験にはね、失敗はつきもんだし、ぶっちゃけね、実験費用もかかるんですけれども、そんなものはね、後からいくらでも回収できるんで、このラジオをお聞きの方の中にですね、あれやったらどうなるのかなっていう疑問をお持ちの方がいらっしゃったらですね、とっとと検証してみることをお勧めします。とにかく、今回の再上映は僕にとっては本当に勉強になることだらけで、再上映をスタートさせて4日目にしてすでにやってよかったなぁと、なっております。今回の実験は泣いても笑ってもあと7日間で確実に終わりますので、お時間あればぜひご参加ください。今日はやってみた結果いろいろ分かってきたよっていうお話でございました。